レギオンブースかっこいい。いいっすね。パリとかね、なかなか行ったことない人とかもいるんですけど、バーチャル空間だとすぐ行ける。沢井美香です。クリエイティブディレクターをやっております。ね、小さい頃から絵が好きで、それでヘアメイクっていうね、顔をキャンバスにした職業を選んでやってたんですけども、絵を描くっていう仕事に転向しました。スマホゲームが普及したタイミングと同時に仕事の幅も広がって、大規模なチームで開発をしたりとかすることが増えていきました。とあることがきっかけで、リアルの空間のパロディをバーチャルで撮るっていうことがあったんですけど、それがすごい楽しくて、バーチャルで知り合ったツイッターで知り合った仲間たちと一緒にこうワイワイしながら物を作ることが楽しくて今こうやってバーチャルの仲間と一緒に制作をしている場所にいます。はい、じゃあ今回このレギオン PC を使って VR の中に入っていきたいと思います。よいしょ。T770-1 に搭載されてる3080の最強グラボとリフレッシュノート 360Hz のモニター合わさるとマジヌルヌルですね。いや、なんかこう私が使ってる PC だと結構ね、カクついたりとか、やっぱ計量前のデータとかね、ラグったりとかするんですけど、いや、これはすごいこういうストレスなくて、バーチャル空間楽しめてるんで、あー すごいですね。あー、いいなー。はい、ここパラリアルパリでございます。わー、パリのね、いいところすごいね、ギュッと詰め込んだ街になってますね。いやー、すごいかわいい、とてもいい。パリとかね、なかなか行ったことない人とかもいるんですけど、バーチャル空間だとすぐ行けるいや、いいっすね。お、これエッフェル塔です。これランウェイみたいな感じに、ね、なってるんですよ。いいっすね。セーヌ川ですよ、セーヌ川、パリジェンヌ。わーね、凱旋門の前にはブリケットちゃん1号ちゃんと2号ちゃんが立っております。かわいい。ここね、シャンゼリゼ通りとかも結構いろんな、ね、仕掛けがあるんです。すごい、ほら遠くからでも見えるレギオンブース、かっこいい。はい、ここがレギオンのレノボさんのブースでございます。ポスターの、はい、パソコンがここに作られてるんですけど、すごいいや、いいですね。いや、でリアルの空間でもあってもいいけどね、バーチャルの自分の部屋にも連れて帰りたい。いや、たくさんすごい商品が並んでて面白いですね。こちらへどうぞ。じゃじゃーん。お、階段がスケスケ、すごい綺麗、華やか、素敵。いやね、キラキラするとテンション上がりますよねいや、面白いな。はい、なんか仕掛けがね、いっぱいあるレギオンタワーさんのブースでした。とても可愛い、とても目立つ、すごいパリの街に映えるレギオン T770i に搭載されている第12世代インテルコアプロセッサーは、新しい高性能ハイブリッドアーキテクチャを採用しています。もっと分かりやすく説明すると、まあ、例えば私で言うと VR チャットに貼りながら VKET クラウド使って、 Photoshop 使って、 Clip Studio 使って、 Unity のソフト立ち上げて、 Discord みたいな、いくつものソフトを立ち上げてストレスなくいくつもの作業を行うことができることをマルチタスクと言います。で、このマルチタスクの処理能力を実現するために、第12世代インテルコアプロセッサーは高性能コアと高効率コアの2つの種類に分けたコアが最大16コア搭載できます。あとは Wi-Fi 6E 対応で VR とかバーチャルへのね、パフォーマンスが向上するのです。やっほーでーす。みんな会場近いんで、いろんなワールド見て回ります。で、ここをどうブラッシュアップしていくか、そこちょっと共有しながらどういう風に進めていくかちょっと話してみましょう。ほい、じゃあみんな、カメラいける人はオンにして、じゃあ私も VR 入ります。ちょっとお待ちください。
まずはディスコードでちょっとミーティングをします。で、大体概要をつかめたらみんなでバーチャル空間に入ってモデルを見ながらどういう風に整えていくかを考えるミーティングをします。ガチの私1回目ルルアンナリゾート、はい、ここはルルアンナリゾートって言って今度のね、バーチャルマーケットの一般出店者の方たちが出店くださる会場でございます。南国をイメージした会場ですごいね、海に入れて楽しい。もうね、アバターがここでみんなでワイワイできるようなね空間を作ろうっていう風な感じで、もうねチームみんなで頑張って気合い入れて作ってる最中なのでございます。あー綺麗、海あれだね、なんか上の方とか揺らしたいよね。あとコンセプトアートに比べて多分ねだいぶ暗いんだよね。あそこって多分調整前だと思うんだけど、明るくするって話はしてた気がする。これ今まだちょっと色の調整がモデルを置いた状態で済んでないと思うので、もうちょっとコンセプトアートに合わせて明るくしたりとか、ちょっとなんか光の感じで、ライトの部分調整してもらったりなどをちょっと指示出しをさせてもらいます。はい、足りない部分に物を置いたりとか、どん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 どういう風にしたらこの会場がより良くなるかみたいなのを考えてフィードバックをします。霧みたいな感じ、水がそうそう霧みたいになってるから、うん、もうデフォルトのパーティックだから未調整なのかな、多分調整するんだろうけど、パーティックここからパーティックの調整が入って仮のパーティックでこんだけだ楽しいから楽しみだな、ね、この番組肌さん遊んでくれそう、遊んでたらめちゃくちゃいいね。私たちの仲間は、まあ、リアルが得意な人はリアルを中心に生活をしてるし、バーチャルが得意な人はバーチャルを中心に生活をしてるんですよね。おじいちゃんおばあちゃんになっても一緒に好きな姿で生活をしたり仕事をしたりすることです。そのためにはやっぱりそのデジタル空間、バーチャル空間っていうものがもっともっと身近になって、誰もが簡単にアバターを持てて家を持てて、でリアルと混じって、でリアルが得意な人はリアルの空間からいろんな次元に発信をしたり、バーチャルの方が得意な人はアバターの姿でリアルの方にもバーチャルの方にもいろんなものを発信したり、その次元を交えながらたくさんその自分が好きな得意なポジションからものを発信して、クリエイティブものを作って生活をして遊んでいけるような世界を作りたいなって思ってます。レギオンクリエイターズ